はい。お、お、何だい？これはですね、はい、これなんだ？三重県伊賀市より、片焼きせんべい。あ、おせんべいなんだ、これ。はい、その昔伊賀流忍者の携帯食だったと言われている伊賀の名物で、素朴でほんのり甘い優しい味ながら日本一硬いせんべいとして有名で、硬いんだ、はい、柔らかそうに見えてたけど、ね、硬いんだ、まあ、とりあえずちょっと触ってみてくださいよ。割った。お、硬い。え、世の角並みに硬いんだ。世の角は食べれないですけど。あら、あ、やはりですね、硬いですよ、ほら。え、やばい、こんなの食べるの。こんなよ。歯折れちゃうよ。歯なくなるて。歯なくなるて。まあ、とりあえずちょっと1個割ってみますか。お願いします。お願いします。え、割れます？あー、なんかすごい。割れねえ。ダメじゃないか。ちょ、下が、柔らかいからかもしんない。割れた。すげえ、すごい。いただきます。はい、カメラ。お、いくねー。おー、え、すごい ASMR やん。あー、かっかーい。あ、味はあれに似てる、卵ボーロ。あーね、近い。確かに、かっかーい。二人でも苦戦してる。うん、え、マジ卵ボールに味そっくり。いや、うん、優しい味してる。そんな感じの優しい。ほんとに似てる。おいしいじゃん、もう。うん、うん、ちっちゃい頃さ、うん、ペットボトルのキャップのさ、このキャップの下のさ、リング、うん、あれを外して、うん、口でガミガミしてて、え、お母さんに怒られたことある。かちっちゃい頃、噛み癖がもっとひどくてさ、あ、歯がかゆかったんかな。かゆかったんかもしれない。確かに。ガムとかも硬いの噛むの好きだからね。ああ、そうなんだ。すごい。美味しいか。美味しい。食べたい。いや。うん。猫食べたい。癖になっちまう。あ、でっかい。やばい。頑張れ。頑張れ。絶対やばい。うわ。癖になるね、これ。いや、マジで癖になる。美味しい。なんかナッツ入ってるね。これ、くるみなんですよ。くるみ味。くるみか。だから香ばしいんだ、ちょっと。そうなんです。おめえ。なるほどね。うわ。